はい、今日は今から近くのカインズに行ってちょっと塗料を買ってきたいと思います。それでは行ってきます。はい、昼ご飯を食べに丸亀製麺にやってきました。ね、おにぎり作ってるね。はい、今日のランチは丸亀製麺の牛すき釜玉と鮭とイクラのおにぎりの、あとはジャンボカニカマの天ぷらです。いただきます。おー、いただきます。おいしい。うまい。はい、うどんは完食しました。ちょっとね、テンション上がって自分の胃袋の加減が分からずにこっちの3つは取りすぎたので、このね、お持ち帰り用の袋に入れて持って帰りたいと思います。ごちそうさまでした。久しぶりに来たけど丸亀製麺さん、うまかった。それでは今からカインズで塗料を買いに行きたいと思います。はい、カインズに到着しました。今から買ってきます。はい、この水性の塗料を買いました。チョコバナナのクレープと何、結局何になったの。さっぱりなの。かき氷のレモンとブルーハーツ。さっぱりなのさ。はい、かき氷も買いました。はい、それじゃあ今から帰ります。え、今日買ってきたこの水性塗料で塗るのはこいつですね。物干しのところに置いてある円台というのかな。本当はねこの色なんだけど、もう剥げてきて地の色が出てきちゃってるので、もう一回塗り直しです。まずはこのデッキブラシを使って水洗いをしていきます。とりあえず掃除まで完了。乾かしてからはまた次回。じゃあまたねー。